竹林奥の自生ヤツデの下の方にボリビアバナナが植えてあるんですが、そのもうちょっと左手の下の方にムサアウランティアカとムサグラキリスを一本ずつ植えてあるんですね。まあ苗を購入しようと思うと結構高い値がついていますよね。この2本はいずれも新潟県のチョロさんから沖縄にいた頃いただいたものなんですが、ムサアウランティアカは梅畑のフレームハウスの方でかなり大きくなってきていますけどもね、まあこういう山に植えていつか花が咲いても見るのは私だけ、せいぜい家内だけということになるでしょうけれどもね。まあ観葉植物も私は綺麗な鉢に植えて、まあ小切れにして楽しみたいという気は全然ないんですね。まあこれらは、まあ花場所として山、自然に返すつもりでここに植えてあるんですね。まあ自分で育っていって好きなようにこの環境でまあ楽しんでいってくださいということです。日本には昔からですね、栽培、まあ栽培といっても山を含めて林業を含めてですが、達者でやれる間は自分が世話をして収穫、あるいは林業ですと建材の出荷用に出すとかですね、共に生きていって高齢になってきたら後継ぎがはっきりしていない場合には山に戻すという考えが、山に戻すという思想があったんですね。まあ、つい最近まででもそういうことをやってきているごくごくわずかの人たちがいました。し、また今も多少全国のあちこちにおられることと思いますね。まあ、竹林でですね、バナナを植えて自然に戻すと言っても、竹の根茎ですね、がバナナを相当阻害しますので、山に戻す、自然に戻すと言っても、特に食用バナナの場合には問題があるかと思いますね。平地の畑であっても複数本立ちをあちこちに植えて、それからもう自分たちで好きなように生きていってくれと言ってもですね、複数本立ち同士の間隔が狭まっていって、いずれ群生のような形になって、ちょうど芭蕉の群生みたいになってしまうんじゃないかと、そんな気がしています。まあでもあとは自然にお任せですから、ここにムサグラキリスト、これですね、ムサグラキリスト、ムサアウランティアカ、そちらですを一本ずつ私とは関係なしに山で生きていけるようにと思って多少耕して植えておいたんですね。まあ上の方はご覧のようなかなり生きのいい竹がたくさん出ていますので、まあいずれそれらの根茎がですね伸びてきて、ある意味では竹の根茎とまあ美しい花を咲かせるグラキリスとかアウランティアカの地中でのバトルになるかもしれませんがね。